はい、こんにちは、こんばんは、おはようございます。サウルです。サイレンですね。続けてやっていきます。よろしくお願いします。この画面からなんだけど、コメントね、アドバイスとありがとうございます。どうやら、誰だっけ？あ、やつは誰だ？恩田さんじゃなくて、恩田美奈。恩田美奈ってあれだよ、お姉ちゃんだよね。俺が、ね、さっきじゃないな、やってたのは、これか、遠山玲子さんの灯籠。これは、どうも前にね、恩田さんとか宮田さんのショーでやった謎の石をね、倒して、その石から出てきたお皿、石のお皿かなんかをタップしてね、くるくる回してっていう謎のイベントを4つこなさないと灯籠がつかないらしいんですね。3つ灯籠が今ついてるので、3人、一応、須田君、宮田さん、恩田さんと志村の4人のステージで、どこかしらのステージで、ぶっ倒せば、まあ、灯籠がつくんじゃないかという話ですが、恩田さんとね、宮田さんはね、散々ね、やったんで覚えてるんだけど、俺さ、須田君と、志村、どっちかやったかなと、全く覚えてないんだよね。全く覚えてないし、まずね、恩田理沙さん見てくれ。これ、第一条件しかね、クリアしてないんですよ。どうしようかなって思って、選択したらね、第二条件が出てるんですね。調子に乗って他のところを調べたら、須田君、第二条件が出てます。ので、ちょっと、遠山玲子さんは、一回お休み。して、もう、しょうがないね。この須田くん、まあ、遠山玲子さんのためのイベントも兼ねて、まあ、第二条件が出てるので、すでに。これをやってみようかなと思います。今年中は無理っすかね、ちょっと。ただ、最低限進められているというのを、が唯一救いですかね。第二条件が出てますっていうのでね、これで。竹内の墓の発見。竹内ってタモンさん？タモンさん死んでんのかな？で、これも見て。ほかシナリオのための行動要件、行動ヒント、灯籠付近を探る。何かあるのかもしれないね。で、ここ灯籠ですからね。で、灯籠って一体どんだけあるんだよと。大体さ、これ常に灯籠って俺分かってないとさ、探せないわけですね。じゃあ、みやちゃん行くよ。まず、非可希望だ。ほい、非可希望ですね。鉄柵を抜ける。抜ける必要はないんですね。竹内の墓っていうのを発見すればいいんで、おそらくみやちゃんは必要ないでしょう。さて、問題は、このステージに天神虫がいるのかどうかですね。もし天神虫がいないんだったら、もう俺はバーサーカーとなって、まあ基本的にバーサーカーなんだけどね、アルちゃんは。いますね。まずいね。まあ、どの辺にいるのかがわかんない。おお、びっくりした。ね、どの辺にいるのかわかんないけど、とりあえず灯籠を調べないことには話が始まらないので。スナイパーがそこの辺にいるのか？いるけど、灯籠を調べたいんだよね。灯籠付近を調べる。火は飛ばせないでしょうね。でも俺が知りたいのは、これだ。立ち木を抜ける。でも、なんだ？知らない場所に出た。これ、レイコさんでも行けたのかな？あった！やった！楽勝！楽勝だよ。ぶっ倒す。ちょっと。よーし。で、これをタップすると、
なんかが起こる。出た、遠山麗子。必要行動を達成した。これをやらないとだ、もうこれ難しすぎて、遠山麗子さんのためだけの、なんだもんね、これちょっと難しすぎね。じゃあこれだけでいいのかな？っていうか、あそこの、あ、まあ灯籠関係ないのか。これで、じゃあ俺もう4つっていうか、全部できるんですかね？なぜかいきなりさ、あそこの灯籠 C の場所は、ちょっと待ってな、みやちゃん。みやちゃん足手まといだからさ。嫌だ？嫌か。それでも君は待つしかないんだよ。君は見えないんだから。とりあえず、そうすると宮田の墓っていうのは、あとは、見つける必要がありますね。この廃車っていうのもちょっと気になるんだけどね、そうなってくると。灯籠付近を調べるか。もっと調べてみる？すべての灯籠付近を調べないと、いいことが起こらない。可能性も否定できないんでね。とりあえずぶっ壊すで。で、ぶっ壊す。これマナ十字架だもんね。マナ十字架じゃないか、石造りか。特にないのかな。で、ちなみに遠山麗子さんの、ショーでちょっとやったことがあるんだけど、ここだったかな。これ敵は賢治餅じゃないね。桑さんですね。桑餅は怖くないので、もうね、俺も戦い方をさ、もう完璧に心得てしまっているので、ここのね、ここっていうか戦い方なんだけど、これヒカキホウが近くにいる敵と遠くにいる敵っていうのも多分認識っていうか、当たり判定が多分ちゃんとあって、どうだったかな？どっかね、立ち木を抜ける場所がもう一個あるんですけど、ここじゃなかったかな？ちょっとどこだか分かんなくなっちゃったんだけど、まあ、墓ではなかったんでね、なんか下水道かなんかの場所なんで、まあ、須田君のシナリオでは関係ないかな？どこから来る？ん？上からか。おりゃ。おっと、かしゃがんで避ける。やるね。墓です、墓。墓が知りたいんですが、墓はどこですかね？それらしきものがたかどうかなんだよね。全く覚えてない。こういうのとかも調べる必要があるのかな？墓か。宮田の墓。まだ立ち木があるのかな？飽きそうにない。こっちじゃないんだね。宮田の墓ね。どこだったかな？立ち木をのける場所がね、もう一個、灯籠がここだから、これステージ同じだけど、できないっていうのもあるのかな？できないっていうか、あ、ここだったかな？とりあえず、あ、危ない。ちょっと登りすぎるとね、普通に、こっちのこと狙ってこれるからね。狙ってくれるっていうか、その立ち位置、敵の立ち位置がね、下じゃなくて上に変更されちゃう。それは怖いんだよね。あ、ここですね、多分。ここ。滝地じゃない、立ち木をのける。と、ここにね、入れて、まあ、井戸があるんですね。井戸じゃないかな？水門か。閉じることができる。これ、玲子さんじゃできなかったんだよね。でも、隠れろっていうのがね、出るんですよ。玲子さんのとこで。もしかしたら、はるみちゃんを、前田ともちゃん。ああ、これともちゃんなんだ。ともちゃんじゃ関係ないね。
私は墓を見つけたいのよ。さらに立木を進むことはできないようですね。で、結構はるみちゃんって核、まずい。拳銃持ちはまずい。拳銃持ちはまずい。お、宮田、宮田の墓。宮田の墓を見つけないことには、まあ、始まらないんですね。リアカーは特にないか。ライターも持ってないしね。ガソリンタンク。中もいくらか残っている。まあ、特別錆びついて開かない。どこにいるんだ？拳銃持ちは。正面にいるみたいだけど、俺を見ることかなわぬぜ。キョロキョロしてんのかい？キョロキョロしてるね。動いている。お、まずい。ちょっとね、このトラックが気になるんだよね。トラックが気になるんだけど、あっち行ったか。こっち振り向くと完全に終わるからな。ちょっと調べられないかな。鍵がないと開きそうにない。ダメか。わかった。逃げよう。じゃあ、墓探しましょうね。墓。うん。またおばちゃんか。おばちゃんは大丈夫。まずい。お、こっちのばあばも、こっちのばあちゃんも回復が早い。他のやつにも見つかったか？このゲームの良心的なところは、ロックをしてくれ。ロックをしてくれない。ロックをしてくれない。逃げるか。宮田の墓ってのはどこにあるんですかね。宮ちゃんを連れてこないとダメなのかな。墓ね。あるとしたら、どこだろう。立木、おう。ばあちゃんまた上にいるのか。ばあちゃん振り早そうだね。振りは早くてもこれさ、これ崖から蹴落とすとかそういうアクションがあったりすると面白いんだけどね。墓ね。墓ってたってな、急に。降りられる？降りられる。ということは、墓はここの近くだな、多分。立木をのけることはかなわぬ。ということは、完全にここはともちゃんステージってことか。ライトないか。ライトもないと、墓ね。墓ってどこにあるかな。どんな感じで立ってんだろうな。はい。まあ、戦闘でね、負けることはもう、絶対ないんで、こいつ今、殴りかかってきたね。基本的には下にいる方が危険ですね。下にいると敵が容赦なく殴りかかってきたので、いや、基本的には上に陣取って殴る、蹴る行動を繰り返していった方が完全にこちらが有利に立てそうですね。これ宮田の墓じゃないのか。有力者、宮田は有力者ではないのか。宮田じゃないよね。竹内だよね。竹内が有力者ではないのか。墓ね。ちょっとそれはあれだね。玲子さんの時でも見つけらんなかったもんね。と、こういう時に必要なのが視界ジャックですね。
おそらく視界ジャックをして、誰かうろうろしてるやつが宮田の墓を、まあ、視界に入れるかもしれないし、全く視界になんて入れないかもしれない。そこがまた難しいとこなんだよね。コメントの中には、まあ、視界ジャックをすれば、大体のヒントは見れるんだけど、まあ、中にはちょっと、例外、ね。あんなの絶対嫌。急に喋んじゃねえよ。怖えじゃねえかよ。基本的にこの丸ボタンを押さないと発見したことにならないんで、実は一番最初この辺に墓があるんじゃないか、戻るわけにはいかない。そうですか。自力で探すのは難しいかな。まあ、このゲームクリア自体がね、かなりノーヒントだと難しいらしい。難しいらしいって言ったってな、攻略見るわけにもいかないしな、ほいほい。ね、少しずつ皆様方の、推理とかアドバイス。嫌だ、絶対。何が嫌なんだよ。これかい？これじゃないね、かかしだもんね。ただのかかしですから。この猟銃持ちだな、やっぱ一番危ないのは。この人はお参りしてる。ん？どこだっけ？これトンコントントンでしょ？お参りをしているってことは、まさかさ、地中に埋まっているわけではなさそうかな。ここはどこだ？ B の地点か。あ、ここの人はまだずっとお参りを、あ、ずっとお参りしてんだね。一番危ないのは幼獣持ちですかね。視界ジャックして、まあ、果たしてお墓がね、見れるかどうか。ほんの一瞬しか映んない可能性もあるよね。怪しいのはでも、まあ、猟銃持ちか、でもおばあちゃんかな、お参りしてるからね。なんか落ちてる？この人は至る所でただお参りをしているだけか。墓か。もうちょっと進んでも大丈夫かな。特に視界には映らないみたいだからな。ここはどこだ？猟銃がでもいるってさ、怪しいよね。ということは、その近くに何か調べるべきものを配置しているんじゃないかと、ゲームの制作側の意向として。もしくは全く見つからない、そんなとこわかんねえよっていう場所ですかね。車の中に、これやっぱ落ちてるよね、あれ。鍵らしきものがね、絶対落ちてるね。あれを拾わないと墓が見つからないなんてことはまあないだろうけど、と探してみるか。探すっていうか、ちょっと見てみるか。ブエー。ほい、近くまで来ましたね。ちょうど猟銃持ちが向こうに行っているので、クワさんが
クマさんがバレないければよかったんですけど、邪魔なんでね、とりあえずバラバラに、バラバラにしましょう。これ段差があるときは遠くの距離という認識になっちゃってるみたいですね。近くにいればね、多分2撃で終わると思うんだけど、あとはこのお参りのおばちゃんだね。お参りのおばちゃんもね、ちょっと結構怖いんだよね。とりあえずここで一旦待ち伏せましょう。願わくばこの車をの鍵があって、でそれをどかすことができて、そこに実は宮田の、宮田じゃねえっつっての、竹内の墓っていうものがあるんじゃないかと、まあ、睨んでいるんだが。さて、この領事もじゃどこまで来るんだい？止まる？あ、止まったね。危ねえ。歩けないか？そっか、危なかった今。歩いてね、可能なら始末してしまおうと思ったんだけど。このアヒルさん歩きだったら足音がないはずなので。あったね、なんか。ドライバー？須田の必要条件を達成。宮田の墓ではなかったか。宮田じゃねえね。竹内ね。竹内の墓ではなかったと。墓の発見はちょっと骨が折れるか？どこかにね、まだ多分俺の見つけていないこの立木っていうのが、もうあと一箇所くらいあるんじゃないかと思うんだよね。で、そこに宮田の竹内の 墓っていうものが、ろうそくが立てられるようになっている。けど、須田くんはね、ろうそくは立てられないから、ダメですね。まあ、なんかあるんじゃないかと踏んでいるんだが、もし立木をのける場所があるとすれば、廃車も何もなかったもんね。給油車、鉄柵、焚き火。まず、灯籠 C には立木があって、灯籠 D か。D のところにも立木がありましたね。まずい。距離を取らないと。あーっと。まあ、死ぬ前まで戻しました。あ、うるせえな。死ぬ前まで戻したんですが、ドライバー、納屋の鍵、非火器棒。何に使うんですかね、このドライバー。墓の場所がね、わかんないんだよね。怪しいのはね、あるんだけどね、廃車と、まあ、あと、怪しいのっつったら、これ？木？ドライバーでなんかぶっ壊せるわけないよな。例えば、ミヤちゃんと一緒だったら、ぶっ壊せるっつうか、破壊できるとか、そういうギミックってあんのかな？一緒にやるとかさ。もしそういうのがあると、まあ個人的に困るんだよね。
連れてきてないから、だからちょっととっとと連れてこようかとも思うんだけど、おっと危ないね。上から目線だとこう降ってくるんだよね。必ず、まあできればだね、できれば下にねいないといけないんだけど、墓がわからないんですね。とりあえずミヤちゃん呼ぶしかないね。ミヤちゃん召喚して、まあ、できそうなことを探していくしかないのかな。これ時系列でこれをぶっ壊せないよね。ちょっと待って、ドライバーで、多分この日に使うドライバーじゃないんだと思うけどね。そのためのドライバーではないと思うんだけど、ちょっとミヤちゃんありきの可能性もね否定できないんで呼びましょう。でもう一回あのね崩れそうな木のところまで行ってみようか。ミヤちゃんってどこにいんの？おい、じゃあここまで来れましたね。ミヤちゃんは、まあ、独特のルートを通るんだよね。完全に見えてるはずなんですけどね。さて、これ押せるかな？衣装いないしさ。とミヤちゃんね、こっち見てないと本当歩いてこないからさ。早く連れてけ。うるせえな。これ押せる？ミヤちゃん。ダメか。何か押すものを探さないとダメか。こんなとこでミヤちゃんちょっと置きっぱなしにしちゃうとまずいもんな。タボリ集落ってどっち？廃車の方か。じゃああんまり連れて行きすぎるとまずいことになっちゃうね。じゃ君はここでね、一生回っててくれ。あと気になるところは、実はこの木の他にも立ち木があって、それをのけると川しかねえもんな。となるとやっぱ怪しいのはここだよね。これさ、別に向こう側に乗れるっていうか行けるわけじゃないんだよね。まあこういう時に、まあ、壁をカチ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 やるしかない。これはで周りショートカットができるわけでもないし、緊急避難ができるわけでもないし、これをやることによって何の意味があるんだ？破壊もできない。ライター持ってないからこの先に進むこともできないし、地図を見ても何か新しく更新はされていない。こっちから登ると新ステージっていうことでもないだろうし、こうキングズ方式の壁すり、どこだ、ここか、キングズ方式の壁すりで行くべきなのか。やるね。これさ、わざと壁をさ、おっと、まずい。あー、苦しめ、投げはやめろ。投げ抜けできないんだよ、このゲーム。鉄拳もそうだけど、俺は投げ抜けができないんだよ。壁すりで行くか、もしくは万が一、壁すりではなく、中央にね、ドーンと立っていた場合に、非常にまずいことになるんだよね。何にもないな、これ、まずいな。時間もう40分ぐらいやってんだけど、墓ね。この辺ないかな。敵がこんだけいっぱいいるってことは、まあやっぱり、何引きつける。あれ、敵に一人見つかったんだけど、めんどくせえから、うえ、ちょっ
ちょっとやっぱ集中が切れてきたな。ああ、1時間、録画が1時間。